冷たい。岩瀬、これ普段より冷えだわ。うわ、すごい、これめっちゃ気持ちいい。おはようございます。漫才がもうできない、お笑いができる環境じゃないっていうので、もう夢とかも多分なくて、悪い言い方すると、うん、もう拗ねちゃってるみたいな感じの感じで見てる方多いと思うんですよ。なるほどなるほど、うん、全然そんなことない。いや、それが僕はもうそれが知れてもうすごい嬉しいです。公園から歩いてまいりましたけど、ね、割と近かったね。はい、キンキンに水風呂増えてます。はい、こちらですよ。冷えてます。出た出た、キンキンに水風呂冷えてます。そして富岳三十六景おじゃみゅー。いや、リンクしてるわ。はい、ありがとう。そのためだけにここを選んだ。そのためだけはやめて風呂で選んで。はい、バーデンハウスという。うわー、おしゃれ。なんかへえ。ここはもうほんと親父に子供の頃から連れてきてもらってる。営業時間前にちょっと特別に。わ、ありがたい、本当に。撮影 OK ということで。ね、はい。普段サウナもあるし、サウナもあるし、水風呂もあるし。サウナもだって用意してくださったんですよ。あ、わざわざね。わざわざそうっすよ。うわ、顔広いねー。僕のこと知らなかった。ありがとうございます。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。橋田と申します。よろしくお願いします。入浴料と。はい。あ、いいですよ、いいですよ。あ、いや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 、さすがにさすがに今日あのパチンコ買ったんでパチンコめちゃくちゃ買ったんで、はい、兄さんが、はい、タオルセットでいいですかね。はい、あ、もう、はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、私、平方出身なんです。平方？そうです。マジっすか。はい、加藤です。加藤です。そうです、そうです。びっくりした。え、息子さんじゃないですか。娘の旦那なんですよ。はぁ、そうだったんだ。マジですか。あ、関西。そうです、そうです。あ、もう平方生まれ出身で。いつまでいました、平方に。21。あ、がっつり地元っすね。そうです、そうです。うわぁ、嬉しいな。僕、平方のあのビブレの前のマクドナルドでバイトしてたんですけど。あ、そうなんですか。はい、うわ、繋がるね。ですね。すごい嬉しい。じゃあ、ごゆっくりしてください。ありがとうございます。はい、もらいます。お邪魔します。お邪魔します。お邪魔いたします。ありがとうございます。なんか岩井さんつくるのずっとボケてないですよね、なんか、はい、ここも女湯行ってもよかったのに。そうですよね。なんか、うんちも、うんちも長いし。え、いやー、すごいです。おー、ほいいですよ。アシュラ、ここ地元で、子供の頃から通ってた、はい、アシュラのこと知らなかった、はい、俺を大阪から来て、俺のこと知ってた。頑張りやー。やばことしたよ、ね。吉本さん、やばかったっすね。やめてなかったっすね、吉本さん。おい、誰も言ってない、言ってない。誰、何もされてないのに嫌われてる人言ってない。いいですか。ふぅー、入らないという癖が出ています。いや、入ってる。入ってるし。うわ、これどっちかでしょう。どっちかに絶対しますか。もうめちゃくちゃ行く時間ないね。ねえ、これもおまどの準備していただいてと。うわぁ、高いなぁ、これ、ね、超気持ちいいんで。え、何ですかそれ。これもう常に僕らプロロケするときは水温計を持ち歩いてます。こんなもんかな。はい、何度ですか。まあでも41度。はい、いいですね。いい感じの風呂。おぉ、ちょうどいい感じ。いいですね。シャワー浴びますか。ほら、マジで転ばないで。ああ、もうちゃんとお湯がやる。あ、ありがとうございます。ああ、気持ちいい。いや、ほんと塩浴びの5日ぶりぐらいっすわ、俺。マジですか。うん、ちょっと臭かったっすね。そう、めんどくさいんだって。臭かった。痛い。普段も銭湯とか行かれるんですか。うん、たまに行く。地元が大阪っすか。大阪。大阪も多いっすよね。大阪も多いね。サウナはあかりっすか。うん、サウナもたまに行くけど、まあ、温泉とか多いから、でもサウナですよ。サウナだけど、水風呂が一番好きで、やっぱり。いました、僕のお父さんと同じ腹立てた。すごい、すごいノスタルジックだよ。お父さんと来た時思い出した。いや、控えめに行って最高よ。昼間から風呂入るやつ。うわー、そうそう、待って、その子で。何にも話せない。
水風呂に。水風呂って今のとこないの？え、そこ？これ水風呂？結構冷たいですよ。うわっ、うわっ、あっ似合うな。あっ冷たい。岩瀬、これ普段より冷えてます。うわすっごい、これうわちょっと待って、うわあこれ冷たい。どんな格好なんですかそれ。ちょうど隠れてる、ちょうど右手でちょうど隠れてる。これ入ってますよ。ダメですよ、パクっちゃう。元の水温よりも冷た感じだもんね、このハイブラがあるんで。ハイブラってなると。なるほどね。水温16度冷えてます。あ、これを使ってはぁーサウナ行こうかな。これ大丈夫。あ、大丈夫。はい、じゃあうわ、シャンパツ、うっつ、シャンパツ、シャンパツでございます。これしっかり熱くなって、ちょっと遠いところあるじゃないですか、あの水風呂まで、窓ないな。それがいい、それがいい。めっちゃ気持ちいい。だって今そこ撮影のためですけど、開けててこの暑さって相当温めていただいてます。相当すごい準備してもらってる、本当に。皆さんすごいな、ずっと我慢できる人が。ごめんなさい。ああ、うわあ、いやこれボコボコ出てると冷たさがすごいわ。これすごいっすね。うわあ、めっちゃ入ってましたもんね。めっちゃ、めっちゃいいよこのサウナ。本当にちゃんとちんちんに熱い。ずーっとお金の話させてもらいました。ずっとお金の話してね。ついてる。どこだどこだ。これ最高でしょ。秀吉やん。これは整うわ。これ最高ですよね。最高。やっぱ中庭というか庭があって池があって鯉が泳いでて、そこで水風呂上がりにこう外気に触れるっていうのは。これめちゃくちゃ川崎より高いな。なんか日本列島あちこち見たいな。いや、一人ゴルフ見ていただいてありがとうございます。もうびっくりするぐらい回ってますね、あれ。ねえ、もう本当にやっぱりゴルフ人口多いし、ゴルフ好きな人多いし、うん、で俺のその下手っぴなゴルフが結構あるあるらしくて。なるほど。あ、上手い人はその時代やったやつ。はいはいはい。同じぐらいの人は分かる、俺もこれすんねん、なんでなんてなるし、いろんな立場のゴルファーの人に見てもらえてるというか、うん、はい。この後もなんか美味しいとこあるって言って、シナ君めっちゃいいやつやな。はい、ほんまにいいとこ用意してくれてて、はい。で最後おじいちゃまにも会えるし。そうです。いやーすごい。一人じゃないチャンネルになりそうですけど大丈夫ですか。いや、うん、本当は寂しがり屋なんで友達がいなかったから、はい、一人でやるんだって言ってたけど、はい、誰かと喋るって楽しいね。岩井さん、ここまでの川崎はどうですか。いやもう最高。これ引っ越してきたよ。アクセス悪いですよ。全然いい。で岩井さん、この後はですね、まだあるの、はい、もう結構満たされてるよこれ。この後は、うん、お酒を飲みに行きます。やばこれ、え、仕事じゃないよねこれ。一応僕が岩井さんにお仕事頼んで形ですけども、これはもう、はい、ごめん、ちょっと幸せすぎる、はい、行きましょうか。いいの、はい、行きましょう。癒してください、日頃の疲れを。本当にありがとう、本当に嫌なやつの顔を忘れるわ。ありがとう、カジサック。言ってないよ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。お世話になりました。すごいですね。並ばれてるんですね。楽しみだな。最高でございました。
ありがとうございます、ほんまに川崎です。皆さん、帰ってください。あれじゃあ、こっから居酒屋に。やばいな、最高ですね。はい、ここですよ。ちょっと待って、俺もう食べれないぜ。お蕎麦屋って書いてるけど、これお蕎麦屋って書いてあるんですけど、いや、飲み屋ちゃうやん、お蕎麦屋ちゃうやん。蕎麦なんですよ。蕎麦そうですよ。だから、いや、違う。ああ、川崎来たらもうここ来ないと。マジ？はい。で、僕オフ会もここでやりました。はあ。そんぐらいもおすすめで、ご飯もお酒も美味しいところなんで。うわ、ちょっと行きたいな。はい。もちろん蕎麦もあるし。あります。行きましょう。いいですか。お邪魔します。お邪魔します。これで大丈夫ですか？お願いいたします。いやー。最高ですよ。海橋さんが八千代に。いやいやいや、すごい。このやっぱ一番いいところは、タバコ吸い放題。それはすごい。紙も OK？ 紙も OK です。で、見てください、うん、このメニューの量。ちょっとほんま多いな、メニューが。いや、俺も好き嫌いないから、逆にこれ食べてみたいな注文任せたいな。あ、本当っすか。うん、エビ天カレーのせいなの使いますね。違う、あの、めっちゃ食ってんのよ俺、スタッフのカレーも食ってる。うますぎて。ここはもうこのメニューがそれこそいろいろ、うわお酒もいっぱいありますし、うわすごおじいちゃんのもよく来るんですよ、ここに。あ、そう、おじいちゃんも好きなんで。おじいちゃん好きなんで。へぇ、そばとうどん、マックドンとかそば、まあ、食べます。一人前召し上がる。食えるんですよ。そうなの。よく食べます。美味しいね、本当に。飲み物何します？皆さん。生で。生ビールを4つ。はい。あと天ぷら盛り合わせの上を1つ。とちくわの磯辺揚げ。大好き。とあとカツ煮みたいな。人気のカツ煮。一つ、とりあえず以上で。はい、ここはね、もうカツがうますぎるんですよ。へぇ、ちょっとこれ、最高だね。最高。これ風呂挟んでんのもやばいし。やばいっすね。お酒絶対最後の方がいいな。いや、確かに、本当に。お疲れ様です。川崎肉厚、ちゃんと半生、最高。じゃあ我々、今イガスの名前ですけど、演者じゃないですか。演者でも決まってる人があったら、ずっと多分、こっちのカメラで、あー入ってるんですかね。いや、僕は思ったんですよ。うちのフビライがすいません、大好きなんで、サウナとかお酒。もう、どうするんですか。一番いい笑顔してんだよ。ここは人気だと思う。はい、おにぎりパンパンっすね。このエビ天はおじいちゃんが本当大好物。おじいちゃんが本当に元気なくて、それこそコロナ明けで食欲が一切ない時にここのエビ天食べて、うまい、うまいって言ってたね。で、岩瀬さんも地元だったらこういうやっぱいろいろお店都会みたいな行けます？無理。なんで？本当に地元に知り合いが全然いなくて、で、地元も田舎で、はい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 、何にもなくて、はい、で、人との交流もない、はい、だから実家だけ。お店とか行かないですか？お店もあのさ、あの岩橋さんが今話してた時さ、馬とかさ、全部良くないっす、良くないっすですよ。いやいや、すみません、うちのオフビライトチームです。そう、ちょっとそれダメだったんですか？うん、もうしっかりと、ね、楽しんでいただくというか。すごい間があったんですけど、まだ終わってないんで。完全に思ってますけど。おじいちゃんと行かなきゃダメだよ。来てください。あざす。ほら、食べてください。食べてください。間違いない。間違いないですね。うまっ。全部うまい。やべえ。これはやべえ。
出すぎやえ、飲みますこれ。僕飲んだ。シーカーザサワー。一緒に、一緒にやりましょう、一緒に。シーカーザサワーとボトルで、じゃあ一挙。ボトルで一挙、はい。うん。あ、いいっすね、これ。始まっちゃいますね。いや、始まっちゃうわ。また余計なこと喋っちゃうんですよ、もう。ガーン、来ましたよ。今、ハシさん。うわ、これは。ハシさん、お願いしますよ。この真ん中あたりくり抜いていいですか。どうぞどうぞどうぞ。うわー贅沢な。ごめんなさい。見てください。嬉しい。豚本来の旨味で、あの衣の厚さとサクサク加減で味付け三味一体完璧。なんで最後秘密結社みたいな怖い怖い都市伝説みたいなフリーメイソンみたいなパチンコの休憩時間にバイクでここまで来てカツ丼とそばセットを食ってまた戻るという戦いなんかずっとパチンコしかしないベースはパチンコやねんあらまあ、なんかうまうま今天地をお待ちします。油が使われてるのめちゃくちゃ美味しい。うーん、そんなテンション上がってるフグラ初めて聞いた。岩下さんのリアクションの顔見てないとずっともうフグライさんの一挙。このお店の中でも一番おすすめ、そしておじいちゃんの大好物。うわあ、そこおじいちゃんとリンクできるの。うわあ。これがですね、エビ天。ごっつ。エビから。エビもう、もうエビからいってください。エビちょっといい？はい。じゃあ大根のしといて。はい。でちょっと生姜入れて。はい。おじいちゃんこれ食べて元気ないときにうまって言って。はい。年関係ない100歳も前これめちゃくちゃ甘いこれはうまいんすよ。サクサクプリプリエビ甘い。これはうまいんすよ。ここはもう揚げ物が本当におすすめです。いつも頼むのこれなんですよ。どんぶり&そばうどんセットってやつのカツ丼か天丼で10分ぐらい悩みますね。なるほど。これ嬉しいっすよ、岩橋さんこんないっぱい川崎に連れて。俺も俺もありがとう、本当に。でも全てアシナがオーシャンビュー T シャツ着てくれたところだと思ったありがとう。いやいや、とんでもない。吉本坂の1回ぐらいですよね。そうっすね、うん、でもね、俺あの時さ、はい、ダンス上手くて、はい、課題曲を、はい、みんなに率先して教えてたやんで、ルックスに身長高いダンス踊れる、はい。でそれアシナが落ちた時に俺もちょっともう合わせたのかなってさ。いや、おっしゃってくれましたね、あの終わった時に。うん、嬉しかったです僕も。岩橋さんゴルフは歴はどんぐらいですか。15年ぐらい。あ、うん、でも長いんだ。結構長い、やりだしてからはもうすぐ上達はしました、うん、しない。練習を重ねてっていう。練習しない。うん、だからもう全然下手。でも今回地元帰ったらすごい、俺の地元がゴルフが盛んな場所で、大阪の郊外だから、もう5分でゴルフ場行けるとこがあって、でみんなその地元の先輩たちがそこの会員さんになってて、でもそこでなんか定例会議やったりとか、ゴルフコースのあの会議に参加して、あそこの木を買ってくろうとか、そんな人とかが多い、みんな70代でもある。で、その人たちに教えてもらって、はい、打ちっぱなし経営してる人とかも知り合ってで、どかどか打たせてもらって。じゃあもう練習する場所は整ってるんですね。そう、整ってる、うん。で、クラブもちゃんとあの自分になったクラブを、こういうシャフト硬い方がいいね、スイングスピード速いからとかも、そんなの全部測ってもらって、ちゃんとした一式の、まあ40万するけど一式ちゃんと高いのを買って、それで教えてもらってってやってるから、もうこれからどんどん。だからもう実践してって、そう上手い人と回ってとか、回って、はあ、ちょっと毎回教えてもらって。うん、じゃあもうそれこそカジサックとかとやった方がやらへんねんか
え、やらへん。だってゴルフ上手い人でやった方が上達するって言うんだったら、いやゴルフ上手い人の中からカジさんこれ消してるから、テレビでゴルフやってるとすごい真剣で芸人じゃないみたいな顔してるじゃないですか。サック、はい、サックは。いやでもてかあんま話しないで何もやられてないだよ僕ら。俺も勝手のイメージだったんですけど、うん、もう本当にあの視聴者の方で、うん、あもう要は漫才がもうできない、お笑いができる環境じゃないっていうので、もう夢とかも多分なくて、悪い言い方すると、うん、もう拗ねちゃってるみたいな感じの感じで見てる方多いと思うんですよ。なるほどなるほど、うん、全然そんなことない。いやそれはめちゃくちゃ楽しい。それが知れてもすごい嬉しいです本当に。いや俺だけで、いやこのスタッフがいるか、フグライチンギスがいるから、はい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 、っていうのもすごい大きいけど、うん、やっぱりなんか楽しいよ毎日。いや、うん、そうだと思います。どうなの俺たちって、その吉本外れたけどでもコンプラとかあんの？あるわな。まああるはあるんじゃないですか。でも僕マーシーさんとコラボしちゃってありがたいことにね、はい、その日本中の人がね声かけてくれるから。すごいっすよね。そうだから、それでまあ香川県は地域のお祭りを盛り上げに行ったり、ネタしたりトークしたりやったりとかして、はい、で福岡は、なんかそのお店のオープンイベントでなんかネタやったり、マグロの解体ショーの MC やったり、ああそれでそういう、そうそう、あとまあ結婚式の出し物をやったりとか、はいはいはい、あとまあ YouTube 対談とか、はい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 、昨日は高松奈々ちゃんっていう YouTube 元芸人のね、ああはいはいはい、僕大学一緒っすね。え、大学行ってたの？僕慶応です。慶応大学一応卒業。慶応ボーイですか？慶応ボーイです。福沢諭吉が作った大学？そう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 。慶応ボーイ？はい、桜井翔とかと同じ慶応大学ですね。で今おじいちゃんでパチンコしてんの？はい。何してんねん。めちゃめちゃ学歴あるやん。っていうか慶応ボーイな。慶応ボーイです。慶応卒業生以上一番なんかちょっとプータロみたいなことやってるんだ。なんでですか。え、就職せなかったん？慶応出た後できなかったんですよ。なんで？内定全部落っちゃって、取れなくて、最初はもともと NSC 行ってたことをネタに就活しようと思ってたんですよ。だけどお笑い楽しすぎて、その時にやっぱ両親もいないんで兄貴に申し訳ないと、俺お笑いやるわって言ってやりました。え、いつめっちゃ勉強したの？中学の時ですね。中1、中2、中3で、中2の駿台模試で全国6位とかでしたね。ほぉー、エサ店で。あー、ありがとうございます。あ、でもそれ、めちゃめちゃいいセンス。居酒屋好きですね。居酒屋好きな人の慶応卒が今生かされてるところってどういうとこ？弱者の強み、強者の強みとその経済用語であるんですけど、うん、そういうことを生かしながらやっぱおじいちゃん使って金稼げるところがやっぱ普通の人間じゃおじいちゃん使って金稼げないんだよ。経営学の観点からちょっとなんか菓子折り持ってこうかな、おじいちゃんみたいな。なんで慰めるみたいな。すいませんね、うちのおじって。芸人の時ちょっと言ってた、慶応ボーイっていうのは。最初の方は言ってましたけど、やっぱ一番邪魔になっちゃったとか。賢い人多いな、こっち芸人さん。へぇ、僕今でももう一回も芸人時代絡みなかったんですけど、うん、今でも絶対見る芸人さんの YouTuber って、うん、粗品さんなんですけど、うん、粗品ね、うん、あれは岩橋さんできてどうなんですか、その粗品 VS 宮迫みたいな。あれ一応もうこれはミーハーな質問ですけど、いやーなんかええやんええやんっていう俺もおるし、はいはい、でまあそれは一応先輩やしなっていう俺もおるし、やっぱそうっすよね。まあでもその自分の性格的にも先輩は挨拶して敬語使っとけば、はい、それ以外で言うと先に生まれて先に入っただけやから、はい、それってもうどうしようもないことなんで、はいはいはい、そんな軍隊みたいな状況関係は俺嫌いやったから、はい、そう考えると完璧に引退したし、はいはい、言いたこと言ってもええなっていう、はい、反面まあ確かに言い過ぎてる部分もあるんかなって思うとこもあって、はい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 、っていう感じな、はいはいはい、でまあその YouTuber と芸人の面白さの違いとかよくあるけど、はいはいはい、言いますね。そしたらまあその芸人ってこう笑う面白さ、はい、ラフ、はいはいはい、YouTuber ってこう興味深いインタレスティング的な、あそういう面白さ、はい、そういう面白さの
俺も YouTube 見て腹かかることないけど、はい、キーマグレックとか見てたら、はい、こんなでっかいカニどうやって調理するのって見てまう面白さはあるやん、はい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 、ただ腹かかえて笑うのはのはないやん、まあでもまあ、僕もそうっすね、芸人さんってやっぱ腹かかえて笑えるやんか、はい、面白さの種類がもともと違うんかなとは思うけど、面白いっていう言葉が全部なんか一緒になっちゃってますね。あ、そう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 、でも俺はもうメンタル別に弱い人だから、ああいうぐらい、あれぐらいの強い寿司なぐらいの強いメンタル持つのもやっぱこう勝ち残っていくのが必要な気もするし、うん、でも寿司田さんも多分相当ナイーブな方だと思いますよ。あ、なるほどな。僕はなんかそう思います。なんかその虚勢では多分ないとは思うんですけど、多分いい人間がすごい多分周りに集まってるから多分今もやれてるだけで、ね、あれ周りの人間全員いなくなっちゃったら寿司田さんも多分終わっちゃうと思う。あ、なるほどな、はい、まあでもトークとか聞いてても才能はあるよね。いや、えぐい、トークで分かるやん大体、はい、その人の才能って、はい、これめっちゃうまいから。そんなことよりここやばいな、揚げもやばいな。いや、揚げもやばいんすよ。ちなみにそのカジサックのトークはどうですか？すいません、雑すぎました。いいよいいよ、めちゃくちゃカジサック振ってくれ。全然よ、全然何喋ろう。カジサックの件が何？カジサックのトーク、カジサックのトークの技術はどうですか？いや、あるけど、はい、そのなんかこうやらしさを感じんねんな、なんかなんか僕ダメさ、全部笑っちゃうんですよ。トークうまいと思うし、才能あったんだけど、そのいやらしさを感じる、うん、っていうか、感じた。あれ何なんすか、その他の YouTuber とかでも、うん、動画見たらすぐ分かりますよね。こいつなんか、あ、全然お金のことしか考えてないんだな、みたいな。やっぱ、撮って伝わるもんね。ここはふわと思うよ。はい、うん、なんでいっぱいですか、カリカリチーズは。いや、2つ。あ、カリカリチーズ。マジで？めっちゃこの後、この後僕んちはもうおじいちゃんとご飯食べるんですよ。いやだってなんで我慢できないの本当。結局おじいちゃんの一番それ取らんで何してんねん。こんな不備来見たことないから、はい、楽しいんだと思う。もうやっぱり初対面なんで、うん、いやいやいや気持ち、気持ち悪いでもいい服作るぜ。確かに、確かに。あんたのアパレルのいい服作るよ。グッズ、ありがたいですね。うまっ。これいかついから。僕なんかいろいろそれこそ後輩とかも飯連れてくのもすごい好きで、まあ先輩とかもこうやっておいしいとこありますよって言って、あのご寿司もらうの大好きなんですけど、あの同じ商品を2倍頼みとか。おじいちゃんとご挨拶するときに、はい、なんかこう注意点というかあります？おじいちゃんと接する。ないですないです。もう本当家来ていただいて、まあ、手と手洗いとうがいだけしっかりしていただければ何でも。おじいちゃんは何でも。おじいちゃんは太ってる人好きなんで。お相撲さん大好きなんですよ。元お相撲さんって言って言ったら多分手合わせると思う。今でも正直その漫才とか、うん、コント、お笑い見るんですか？見ない。え、もともともう見ない。もともともない。あー、やっぱそうですね。いや、これね、あるんですよ。分かれるどっちか。MC とか、うん、そっちの方強い人絶対見ますよね。あー、見るかもな。で、プレイヤー側というか、うん、漫才をものにネタすごい人たちはやっぱ見ない。あんま見ないな。見ないですよね。いや、勉強が嫌だったから、そういうなんかこうお笑いをこう研究したり勉強するっていうのが無理だった。俺ノート残ってっかな。ノート残ったらプラマイさんのネタ 2,3 本ありますよ。書き起こしたやつ。でも本当僕はもう本当岩瀬さんの平場もめっちゃ好きですけど、やっぱネタが、やっぱネタであんな僕笑ったの初めてぐらいですもんね。まあ天才やもんね。なんで俺より学歴ないのにこんな面白いのってやっぱ思って。突っ込むタイミングと強さとタイミング、はい、これやっぱ、はい、天才やな。まあこれからさ、はい、まあ言ったら人間って200歳生きないじゃん。はいはいはい。言ったらいずれまあこんな話するまでおじいちゃんと別れる時も来るし、はい、その後の活動、はい、とかって考えたりしてる。何にも考えないです。マジでおじいちゃんで稼ぐだけ稼ぐ。いや僕。もうこれ正直言いますよ。正直言うと僕親の死に目両方会えてないんですよ。おふくろも亡くなった後に病院行ったし、
で親父はその要はボケてたおばあちゃんがいろいろ家でやっちゃってて、それで手間取っておばあちゃんがボケてなかったら絶対間に合ってたのに親の死に目に会えなかったんですよ。でだったらもうおじいちゃんせっかく生きてくれてるし、おじいちゃんの死に目に会えるように YouTube でそれこそ時間拘束ないから、あのすぐそう対応できるようにあのしよう。だからおじいちゃん見とるまではもう他のことは何も考えないです。うわ、何でも何言われても別に僕が一番やりたいことなんです。それがいや愛ですね。これは本当に一番お世話になっているか。おじいちゃんもう芸人になることも超反対して、それこそ慶応出て。確かにそうやんな。だから結局許してくれたのはまっすぐ歩けと。で振り返ったらそれが道になってるから、とにかくまっすぐ歩けって言われた。あ、じいちゃんゆっくりや、ゆっくりでいいから。あ、なるほどな。え、どっち方のおじいちゃん？親父っすね。親父側のおじいちゃんで、おじいちゃんも、まあ、子供に先立てるほど辛いもんないって言うやんか。おじいちゃんも辛い思いされてるよな。見てなんなかったです、僕はもう本当に。そうやな。息子の嫁が亡くなってその1年後に息子が亡くなっちゃうのは相当しんどかったと思います。でもそれでも俺も学生だし兄貴も学生だから自分がしっかりしなきゃいけないっつって、おじいちゃんアメフトだったんですよ、僕も兄貴も。あ、そうなんや。アメフトの試合全部来てましたからね。で、ちゃんとこいつらが親いないことによって不利益を生じさせちゃいけないっつって、もういろんなお母様方と話すんですよ。おじいちゃんが来ることなんかないから一番人気者になって。その時おじいちゃん何歳くらい？90手前ぐらいですか。だからすごいな。87、8じゃないですか。早稲田卒業して慶応ですね。慶応だ、はい、そこやっぱ全然聞いてない。そこやっぱ間違われたくないんだよ、はいはい、全然違うんで。慶応卒業して、はい、で、あの普通に働いてるやつの、まあ、同年代の、はいはいはい、まあ、月収とかあるやん、はいはいはい、で芸人の時はそれより負けてたでしょ、はい、だいぶ。でも今は下手したら勝ってる可能性もある。いやさ、慶応を舐めないでください。やっぱ稼ぐんだ。勝てない。マジで。僕と同世代で7000万のマンション買ったやついますんで、ほぼ社長っすね。家社長で有名一流企業で勉強して辞めて継ぐやつ。同期で一番金持ちなのは土地の3割持ってるやつ。持って僕も聞かされてますけど、この酒うまいっすよね。おいしいっす。これマジうまいっすね。これ初めて。うまいわ。岩瀬さん、うん、あのもうボトル開きそうあんまない。しかも街ブラでボトル開けるやつらいない。飲みすぎ。しかもラスボスに合ってないからね。まだ独身？僕は結婚してないです、一生。え、自分の子孫を残したくないんで、こんなにあの人間の悪いやつを残したくないんで、僕は一生結婚してないです。一生結婚してない宣言。はい、子供も作りたくないです。いらない。達観してんな。邪魔です、子供が。え、お子さんいらっしゃいますか？おるよ、2人。いや、本当に最低の発言ですよ。これもう、全然全然、これはもう叩かれてしょうがない発言ですけど、全然全然、子供に夢託す人いるじゃないですか。まあ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 、まあ、お前な、何てめえの人生諦めてんだよって思う。あー、わかるわかる。うん。で、あと子供欲しくて結婚する人いるじゃないですか。うん。それも許せないです。なんでお前の利益のために子供として生まれなきゃいけないんだって、僕はめっちゃ思うんで。俺はそれこそなんかパートナーみたいな人がいれば全然、男でも女でも全然。じゃあドラゴンボールまで見たけど、ご飯が生まれて Z になってからやっぱ見てないんだよね。いや、そこまで否定してない。そこまで否定してない。そこまで否定してない。彼女は作ってもいいと思ってんの？もう今はいらないです。もうおじいちゃんのストレスでいっぱいなんで。ストレスって言ってるやん。正直モテるやろ、割と。そうだよ、まあまあまあ、かっこいいんだよね、普通に。これ多分今浜田さんにやられるより嬉しいです。久しぶりにどっちで突っ込んだの。燃えて消えろ。美味しい酒だったね。最高でしたよ。本音を言ったらやっぱ帰ってほしくないですよ。まだまだ連れてきたいとこいっぱいあるんで、次回ちょっと本当
2回目やらせてください。やろうよ、はい、ね、岩井さんもう楽しい時間はあったので。早いね、はい、もう行かないとね。おじいちゃんが台所に立ってるんで急いで帰ろう。急いで帰りましょう。ちょっと危ない危ない。ありがとうございました。